平行四辺形の性質って覚えてる？あと角度ね、関数、うん、性質だっけ、角を足すと180です。そうだよね。そしたら、ここが、ここまで180になる。で、あと、C イコール、あと CD イコール C って言うの。二度円三角形。CD イコール C。そしたら、DCE の中で、二度円三角形って書いてある。CD イコール CD で。6乗してさ。当たり前なんだけど、なんでこれが6乗して3というの？これ6乗するっていうことは3の6分の1を6かけるんだよね。するとここ1乗になるんだ、3の方で。だから当たり前なんだけど、それの表し方がこれがあるよっていうのが違う。すると最後掛け算を省略していいから、これから先はこういう気持ち悪いのか。うん、80よ。そしたら3だったね。さっき隣り合う角度足して180になるんで、うん、ここ50度使ってるから130。どうしても全然構わない。そしたらもう3つ打てるから、いくつ、いくつ、あ、下方が見やすくなりそうですね。カッコいっちゃうから、意識してここで全部で130、そうだね、それは過去にだったね。これカッコ1って実は6%も10%も関係ないんですよ。30だって最初はどうやってやった？